元気になりました。七瀬です。これはフルーツミックスジュースです。元気になりましたよ。今日は朝からロケをしてきてクタクタで帰ってきました。本当はね、ちょっといろいろね、美容院行ったりしたかったんですけどできませんでした。スタバのほうじ茶フラペチーノ飲みました。飲みました。美味しかった。昨日飲んだんだけど、なんかほうじ茶、普通のほうじ茶のさ、ずっと私たちが飲んでた、私たちが飲んでたっていうか、前1ヶ月くらい前までさあったやつあるじゃん。それをそれと同じ感じかなって思ったら、ちょっと味が違くて、でも美味しかったです。今日めっちゃ涼しかった。本当になんかロケ日和、ロケなんかちょうどいい気温だった。ロケに最適な。もうね、ずっとねコロナになってから美容院に行けてなくて、髪の毛がもうちょっと限界を超えているんですけど、8の日までに本当に行きたかったんだけど行けないかもしれない。バタバタです。地味に。なのでキレイな色してる。本当今日はね。あ、待って、僕は8の日に向けて7日の夜に美容室予約しましたって。ササメイクさん行きたいんですよね。前の日はティフがあるので、ティフ来てください皆さん。佐々木さん来てくださいました。ありがとうございます。夜ご飯まだ食べてない。ロケでねちょっとお腹いっぱい。ピューロランド満喫できそう。ピューロランドはね、覚えなくてはいけないことがまだいっぱいあるので頑張ります。久しぶりのコンサート。どんくらいぶりだっけ。コンサートいつやったっけ。さよなら毛利さん以来もしかして。だとしたらだいぶやってないね。てかね、友達にねいろいろ誕生日だったからプレゼントとかもらったんですけど、なんか仲良い友達から
ちゃ可愛いプレゼントもらったんです。ちょっとこれ反射しそう、なんかリップなんだけど、もう名前入りなの。これちょっと待って、反射しちゃうからあれなんだけど、ここに名前がね書いてあるんです。いい色。あ、これからマッサージなのでミラボ投げてそのうちこっそり落ちます。いってらっしゃい、ありがとうございます。ミラーボールマッサージいいな、行きたい。マッサージ今一番行きたいかもしれない。マッサージはね、私もでもなんかくすぐったいって思っちゃうけど、なんか行きたい。でもくすぐったいの苦手なんだよね。結構あの首とか苦手が、美容院とかでさマッサージとかしてもらえる時あるじゃん、たまに。なんかちょっと苦手な時ある。え、足つぼ本当に無理、本当に足つぼだけは苦手です。のご存知の通り、昨日から少し涙目なのが気になる。気づいた。気づいた。ドクターフィッシュやったことあるよ。え、しかもさ、私ドクターフィッシュやったことあるのさ、あの日本でもやったことあるんだけどさ、日本のドクターフィッシュってさ本当になんか10匹ぐらいなの。でもタイでやったドクターフィッシュがもうやばいの。なんか何匹いたんだろう、なんかリアルに300匹ぐらい入ってる水槽があって、もうドクターフィッシュまみれで、そこに一回足つけてやったから、なんか日本で やってるの見ると、え、なんかすごいスカスカだなって思っちゃった。やばくない？なんかレベルが違うなと思って、ドクターフィッシュまみれすぎてびっくりしました。そう、びっくり。1万匹、いや何匹いたかはちょっとリアルには分かんないけど、でもあれは100匹以上は絶対にいた、まみれだから。でも1匹がこんなんでしょ。いや何匹だろうな、1000ぐらいいたのかもしんない、もしかしたら。多すぎてなんかもはや全然分かんないんだけど、何匹か。いっぱい寄ってきた。なんか私のところはそんなに寄ってこなかった。それ綺麗なのか、そういうのどうなんですかね。綺麗だから寄ってこないとかなんかあるのかな。人によって確執なのかな、わかんないけど、若いと。あー、そういうこと。確かにどうなんだろうね、どういう基準なのか分かんないけど、なんかね寄ってこなかった、あんまり。フィッシュね、もうなんか今日朝からさロケしてたからさ、メイクが崩れてきた気がする。メイクが崩れました。
昨日ゆうなにさ脅かされたの、ショールームしてたら。本当にびっくりしたんだけど、マジで脅かされるの苦手。私ここで今なんか雷が鳴っても鳴ったりとかゴキブリが出たりしたら本当にもうやばいと。てかいや雷はまださくるくるくる来たって感じじゃん。でゴキブリってさ急に出てくんじゃん。本当に無理。守ってあげたい。だって本当に守ってほしい。あの私虫は別になんか全般が苦手ってわけじゃないんだけど、なんかねなんだろう、どういう虫が苦手なんだろう。カエルとかもちょっと苦手かも。ゴキブリが一番無理。セミも怖い。セミとかゴキブリとかなんだろう、かミミズ系はいける。ミミズとかあのイソメとか。イソメは釣りするときにつけるんで、あのマジで触れます。マジでイソメ怖がってる人ちょっとよくわかんない。あ、ガ？え、ガってそんな近くで見る機会なくない？多分ミミズも触ろうと思えば触れると思う。まあ、触んないけどね。触りたくはないけど、触ってって言われたら触る。 iPhone サイズのえiPhone サイズのかすごすぎ。みんなが一番苦手な虫って何？やっぱゴキブリ。ゴキブリはね本当に気持ち悪いよね。なんか申し訳ないけど別になんかさ悪いことするわけじゃなくない？まあなんかなんだろう、卵を産んだりとかするかもしれないし、でもなんか超いたずらするわけじゃないじゃん。でもさなんか申し訳ないけどキモすぎるよね。本当に申し訳ない。服部がガガンボで騒いでた。え、無理無理。ガガンボもそう飛ぶ飛ぶのゴキブリって。カメムシ、え、カメムシってなんか怖いっけ？臭いだけじゃない？あ、スズメバチ、ハチも無理だわ。飛ぶ系無理かも。芋虫、毛虫、あー分かる。なんか私今日顔疲れてませんか？いやー気持ち悪い。G が仮に七瀬推しだとしても同じことを言いますか？どんな例え？どんな例え？七瀬は雷すごすぎて配信終了させたことある。そう、雷はマジで苦手です。私まんじゅう怖い。だってまんじゅうって、え、あの食べるまんじゅう。でもさ、いろんな恐怖症があるよね。食事中の方すいません、ほんとすいません、こんなお話ししちゃって。え、落語なの？何落語って？まんじゅう？え、
落語のお話なんだ。劇場の楽屋に G は出ない。え、出ないね。あれじゃない、高いからじゃない。なんかゴキブリって1階とか2階に出やすいって言うじゃん。だからもしかしたら出づらいのかもしれない恐怖症といえば集合体は、集合体恐怖症、あ、どうだろう、ね、恐怖症どこまでさ言っていいのか。好きではない、もちろん。なんかなんかね、同じものがさこういっぱいあるのは好きではないよ、もちろん。でもなんか恐怖症まで、恐怖症とまではいかないかも。全然見れる。気持ち悪ってなるけど見れます。恐怖症までいかないけどボール苦手。あー、ボール、ボールか。いや、まあ持ったことないかも。ボールが苦手ないね。何が苦手かな。考えてみよう。何が苦手かな。考えたらそんなにないかもしれない。あ、先端恐怖症ね、いますよね。先端恐怖症ですって言って、ボケが滑るのが怖い。ボケが滑るのが怖い。瞳がうるうる綺麗ですね。吸い込まれそう。吸い込みます。本当に今日なんかもうメイクが落ちてる。朝早起きだったんです、今日は。めちゃくちゃ寝坊しなくてよかった。最近ね、寝坊もしないしね。なんかその例えば何分まで寝ようと、例えばまあ電車の中とかちょっとだけ寝ようとかあるじゃん。ちゃんと起きるの本当にすごいなと思う自分。しーちゃんと連絡取ってますか。取ってます。この前もお誕生日おめでとうって言ってくれた。なんか起きれるようになったんだよね。
でもさ、本当に私小学生の時とかさ、なんか朝が苦手で、もう起きれなかったの全然。でもまあ今も苦手っちゃ苦手だけど、もう頑張って起きようって思ってたらちゃんと起きれるようになったんで、皆さんもきっと親に起こしてって頼むけど、起こされる時が悪くえ、確かにね。今日さ、魚触ったらさ、もう ずっと魚のさ匂いがするのって。魚の匂い取る方法誰か教えて。魚の匂いを取る方法、手とかについてなんかありそうじゃない？なんとかを触るといいとか。なんかね、なんかなんだろう、雰囲気がまだ魚。洗うハンドクリーム、ハンドクリームか。洗った、めっちゃ洗った、めっちゃ洗って石鹸も超つけたんだけど、そしたら逆に手がカサカサになっちゃった。ハンドクリームか。鉄で洗う？そうなの。へー、レモン、柑橘系か。うん、柑橘系、確かに。なんかずっとこういう魚がいる感じ、やだ美味しいけどさ、魚って匂いがつくとやだよね、さすがに。さすがに匂いつくとやだ。魚飼ってるけど、でもさ触んないもん。アルミホイルを丸めたので落ちるとき、え？アルミホイルを丸めたので手を洗うってこと？やってみるわ、それは。それをやってみよう。ステンレス、蛇口等を触れば。なるほど、ステンレス、ステンレスどっかにあるか。あ、一円玉、確かにステンレスか。ステンレスって何？アルミか、やっぱ鉄系を触るといいのかな。鉄系ね、オッケー、理解。スプーン、スプーン触って治る？また電気ナマズ触ったの？電気ナマズはもう触りません。あんなに痛い思いをしたんだから。本当に怖かった。あれ、ナマズもさ、でも普通にさ罰ゲームって感じでさ、バラエティのあれだから
罰ゲームだっけあれ、どういう企画だっけ忘れたけどさ、ナマズも多分力を使ってあの電気を出してるじゃん。そう考えたらね、ちょっと申し訳ないよね、私たちのために働いてくれて。ステンレスソープっていう石鹸がある。うーん、それがいいってこと？でもそんなのお家にありません。そう考えたらジムかわいそうだな、みんな何々にかかるし。なんだ、あとでいろいろやってみよう。あ、そういえばあ言ったっけ、昨日あのみんなから届いたお手紙とプレゼント受け取りましたのでありがとうございます。私が病気してる間にお家に送ってもらいました、ありがとうございます。いっぱい本当にねえ、いっぱい全部ちゃんと見て。はあ、なんとかさん会いたいなって思いながら、本当に本当にね、なんかみんなのことを思い出してた。それで、あ、こんなこと言ってくれてる、ありがとうって。本当に嬉しかったです。何してた？今日はロケをしてました。ロケです。初めて送ってみようかな、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。会期祝いも送るね、嬉しい、ありがとう。今日もお疲れ様です、ありがとうございます。今靴ずれしてるのどうでもいいんだけど、だからね、足に5枚絆創膏貼ってます。もう1枚貼ろう。痛いよ。これからお誕生日プレゼント送ります、嬉しすぎ、お待ちしてます。やっぱりサンダルしか、そうなんだよね、靴ずれするけどやっぱりサンダルってね履きたくなるだよね、とっても。まだ送ったことないから送り方を覚えます嬉しい。ナイキのサンダル、そんなのあるんだ、
コスメ何がいい？コスメ？コスメはね、送れないんですよ。来週からモーニングオープン出ます。アクセサリーだと何が嬉しいですか？何でも嬉しいな。結構リアルにネックレスも嬉しいし、ブレスレットとか。ブレスレットとかピアスとかも嬉しいし全部嬉しいです。おそろっちのペンダント送るね。おかえりなさい、ありがとう。帰ってきました。帰ってきました、吉川さん。前髪伸びた、切んなきゃ邪魔。プレゼントはボケないようにします感染して今週の月曜日から仕事を頑張って。少し痩せた？本当？わかんない、体重とかわかんないし。のかな。でも確かにメンバーに痩せたって言われたかも。いっぱい食べよう。送ってオッケーなものか、不安な時は劇場に確認するといいです。確かに。大人っぽくなった。本当ですか？昨日ね、ひなやがね、なんかショールームで見ててくれて、そしたらレインボースターをめっちゃ投げてくれたので、なんか本当にひなやかどうか分かんなくて、で、これ本当にひなやって聞いたら、ひなやから連絡が来て、本当に今見てるよって来て、本当にひなやでした。で、レインボースターなんで投げてくれたのって言ったら、誕生日だったからって。優しい、ひなや。左とも、あやおさんです。ちらりとも、ちらりとも笑った。ちらりとも。
ヒダヤに会いたいな。あ、そう、ラジオもね、ユーナとヒダヤと私ない、めっちゃ仲いいコンビなんで。メンバーの星投げは禁止だったみたい。でもイベント中じゃないんでいいんじゃないですか、知らないけど。そう、めっちゃ仲良しコンビ、コンビトリオ。私も同じ日くらいになってた。本当に？でもね、あの辺がマジで一番多かった気がする。でテレビで見たらさ、なんか日本で一番多い日みたいな出てきた。ゆうなにタンプレもらってないっていうか、なんかタンプレ買ってくれるらしい、一緒に決めようって言われた。嬉しい。何買ってもらおうかな、ゆうなに。やっぱり私が欲しいのは、エルメスのバーキンかな。っていうのは嘘で、なんかさ、何でも嬉しい。なんか一緒に選ぼうって言われたけどさ、全然なんかユーナがさあげたいって思ったもの欲しい。なんか人からもらうのワクワクする。さすがに私はね、何あげたっけな、なんかあげたんだよ、ギフトみたいなやつを。デートするの、デートの時に買ってもらおうと思います。優柔不断だけど人に買うとき即決です。え、私は結構悩むかも。いろんなお店行って、まあ、なんか本当にいいなと思うものがあれば即決だけど、いろいろ見ちゃう。自分のはめっちゃないの。確かに。悩んでる時が一番楽しいやつ。いやーでもね、楽しいけどさ、めっちゃなんか本当に喜んでくれるかなって結構考えちゃう。誕生日に現金プレゼントってあり、いいんじゃない？図書カードとか。でもな、私はやっぱプレゼントもらった方が嬉しいかも。が、自分のために考えてくれたんだって思うのが嬉しい。ひだや、あ、そう、ひだやにもね、私あげたい。もらってひだやに何あげようかな。ひだやさ、もうさ結構コスメとか持ってるイメージだから、
何がいいんだろう、悩みますね、とっても。どうしようかな。何しよう。今日早起きだったんだもん、許してよ。許してよ。じゃあみんな面白い話して、なんか最近あった、それで私を目覚めて。なんかさ、最近 TikTok 見てるとさ、なんか絶対に起こさないでみたい、起こさないでくださいみたいな、あのなんかギフトが来ると音が鳴るじゃん、なんかTikTok って。でなんかそれをさ、みんながなんか課金したくなるような、なんか絶対に起こさない、私を起こさないでくださいみたいなのがねあって、それを思い出した今。めっちゃ見ちゃうんだけど、やばい、どうしよう。え、本当に沼にはまってるかも。TikTok の沼にはまってます。だって面白いんだもん、シンプルに。しかもさ、なんていうの、いろんなジャンルが流れてくるの。別になんか TikTok って歌って踊ってるのだけじゃなくて、いろんな、まあ普通にこうやってライブしてる人もいれば、なんだろう、なんかテレビの切り抜きみたいなやつとかもあるし、 YouTube の切り抜きとか、面白い動画とか、ワンちゃん赤ちゃんとか、なんかこの音源を使って投稿すると何日以内になんか告白されるとか、何があるかな。私はワンちゃんとか赤ちゃん系がすんごい多い。もういいねばっか押してるから、そういうの。懐かしいし、懐かしいし、確かに。そう、なんかこの動画どこから見つけたのって思うような動画とかも、あのね、回ってくるんですよ。めっちゃ懐かしい動画とか、なんかそう、すごいです。私がね、好きな TikToker は
ミランちゃんっていう女の子なんだけど、もうめっちゃ可愛いの。関西弁で喋る女の子なんだけどね、なんとかだけどっていうのがなんとかだけろってなっちゃう、関西弁。ちっちゃい子が関西弁喋ってるのほんと燃える、キュンキュンする、可愛いってなる。可愛いですね、ちっちゃい子ってほんとに可愛い。なんであんな可愛いんだろう、赤ちゃんってね。ずるい、まあ赤ちゃん、その子は赤ちゃんじゃなくてもう5歳とかなんだけど、本当に可愛いです。ユニミヤちゃんとポロポロちゃん見てる、可愛い両方とも。ゆっちゃんのおもちゃ開封のやつ好きです。待って、なんだっけ、ゆっちゃんのおもちゃ開封なんだっけそれ。赤ちゃん可愛いよね。関西人の俺関係、え、私関西弁めっちゃ好き、好き、ほんまにそう、チップスター好きな関西の子ですよ、ミランちゃんは。ゆきりんさんのファン、ゆきりんさんファンの、ゆきりんさんファンのゆっちゃん、わかったかも、あの女の子だ。いや、ミランちゃんはマジでおすすめ、本当に可愛い。あの、なんだろう、抱きしめたくなる。絶対見てください。ハッピーセットの子、待って、誰だハッピーセットの子誰だ、むずすぎる。ことわざを答える、ああお父さんと一緒に、なんかことわざってカルタじゃないっけ、なんかカルタのね、かわいい。かわいいですね。双子の子も最近見てる。誰だ双子の子。最近ゲームは、ゲームはね、エペックスずっとね、お家にいる時友達と通信してました。友達とボイチャしながら、あのエペックスやってました。おかげでランキングもちょっと上がり、あ、ランキングっていうか、なんかランクだ、ランクも上がりました。そう、最近フォートナイトより、あのモバイル、エペモバイルみたいなやつやってる。でも、もう強いの、友達がめっちゃ強いから相手も強くなっちゃうんだけど、ついていけない、強すぎて。私じゃ本当にもうダメです。逆にモバイルだったらまだ間に合うと思う。本当にあの、もうスイッチとかパソコンではもう本当に追いつけない。
小学生に無双されて泣きそうなんだ。それは辛い。それは辛い。泣いてないです。全然。これさ、3分間目つぶってたら私さ、勝手に消されんのかな。普通に目つぶってるだけで、こうやって目つぶって喋ってたら寝たと思われんのかな。眠くさせてすいません。こうやって喋ろうかな。そしたら私全然喋れる。まだ、ここに目描いてればいい。最近はエペのスマホのやつにハマってて、でも友達がねめっちゃ強いから、なんかね相手も強くなって、ちょっと勝てないんですよ。まぶしい。あ、起きてます。逆に3分間目つぶるのしんどいかも。普通に起きてて眠い時だけど、なんだろう、むずいかも。たまに起きてますって言われ、確かに起きてます。起きてます。起きてる。2分ごとにアラームかけて寝ためばいた。もう寝なよ、それは。面白すぎ。これから晩ご飯です。だって私もそろそろ終わりにしようかなと思ったり思わなかった。劇場から、そっか、あの初日から8周年、やばいね。ありがとう、お祝いしてくれました。12位は香港のケーキ、アトマークのレンジ、アトマークのトムドンさん、ありがとうございます。11位は台湾のジアホンさん、ありがとうございます。10位はササメイク、ササメイクさん10位にいる、ありがとうございます。今頃マッサージしてるから。9位は鉄の足使用し、マッサージ超痛い時、話すよ限りに叫ぶ、アトマークならレンジャーさん、ありがとうございます。と8位はみゆりんさん、ありがとうございます。7位は台湾夜嵐、髪型かわいいね、七瀬好きさん、ありがとうございます。6位はバイエッセイのラジオさん、アトマークねむねむさん、ありがとうございます。なんか目覚めてきたんだけど。5位はトワタアットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。4位はヨシノリアットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。3位はユウさん、ありがとうございます。2位はキャナアットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。1位はナベアットマークナナレンジャーさん、ありがとうございます。バイバーイ、ありがとうございました。また目覚めた、なんか
バイバーイ。